飛龍さんって言ったね。そういうわけだから悪いけど帰ってもらえる？何言ってんだ。俺じゃ相手として不足ってことか。そう、そういうこと。生意気だな。分かってるね、飛龍さんは。生意気ハゲ坊主まあ悪く思わないでね。それじゃ切れ切れ切りかかれ。よほどの世間知らずみたいだな。奈良のクソガキは、奈良のクソガキ、世の中にはお前なんかより強い奴がゴロゴロいるんだよ。じゃあ桐生さんがその強い奴なのかい？ああ。来るか。おお、甘いんだよクソガキ。どうやら口だけじゃないみたいだね。